どうもナオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ9月10日にダウンロードコンテンツエピソードアイギスが配信開始となっております。丸1日やったところラストステージの手前まで来てると思います。でストーリーがすごく面白いんですよ。ストーリー面白いのでぜひスキップなどせずに全て見ていってほしいですね。でレベルですね、レベルですけどももちろん99まで上げております。残り3人99なってないんですけども、まあ、今日中に上げていきたいなっていうところですね。でレベル上げは結構簡単で以前の通りとなっております。刈り取るものを倒せるレベルになったらば刈り取るものを倒しまくって99まで上げるっていうやり方ですね。レベル70からスタートしたんですけども、おそらく65とか60半ばになると、刈り取るもの戦えると思いますので、まあ、ぜひね、それでレベル上げをやっていってください。で、エピソードアイギスですけども、元のデータを引き継ぐことができます。なので、オルフェウス回を使っておりますね。まあまあ、レベル99からしか使えなくて、さらに元のデータでオルフェウス回を持ってないといけないんですけどね。まあ持っててよかったなっていうところ。オルフェウス回に変えたら、むちゃくちゃ楽勝になりました。めちゃめちゃ楽。今までの苦労は何だったんだっていうぐらい強いね。やはり最強のペルソナはオルフェウス回で間違いないでしょう。そして装備ですけども、まだ制作なんかはしておりません。すべてダンジョン内で入手したやつを、つけてる感じですね。でも、このダンジョン内の装備って、かなり強いんですよ。めちゃくちゃいい。まあ、例えばこれ、追加効果でアリダンスがついてるんですよね。で、防御力もそれなりに高い。で、アリダンスだけじゃなしに、勝利の息吹とか、経験値アップ、クリティカルアップ台とかね。まあ、こういうのがついてるので、まあ、今回は、作らずとも厳選していけば最強の防具になるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、防御力が若干低いので制作した方が、耐久力に優れてるとは思うんですけども、でもね追加効果がこれ結構選べるので厳選してみるっていうのもありかなと思います。まあ時間はねそれなりにかかるんでしょうけども。そしてペルソナ女神転生シリーズでは恒例行事となっております。めちゃくちゃ強い裏ボス今回もいます。このねラストステージの扉が出た時に一緒にここも出現しました。ここがね、裏ステージとなっておりまして、中ボスがね5、6体いるんですよ。中ボス5、6体ぐらい倒した後に、裏ボスがいるんですけども、まあ理不尽なほどに強いですね。まだ勝てておりません。で裏ボスは、皆さんご存知だと思うんですよね。告知動画とかで出てきてるので、私もね裏ボスあいつだっていうのは知っておりました。強いものすごく強いので、どうやって勝つかなーって今ね試行錯誤してるとこですけども、まだ勝利には至っておりません。まあ、とりあえずね、レベル99でも結構難しいので難易度を一番下げてから、戦っていきたいと思います。ノーマルでいったらもう全然無理、全然無理です。なので難易度を一番下げてとりあえず勝ちたいなと思っておりますので、まあ、その動画も出しますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。はい、ということで今日はエピソードアイギス始めましたよという報告でした。もうとりあえずレベルは99まで、今日中に全員上げてしまいます。で、そして、装備だね。装備をまずは最強にする。まあ、10時間ぐらいあれば、最強装備にできるんではないでしょうか。で、ペルソナね。オルフェウス回はもう完成してるんですけども、その他がね、まだ完成してないんですよ。そこをちょっと完成させたいなーっていうところですね。そうね、誰をあげるか。サタン、ルシファー、なんだろうね。誰が強いんだろう。まあ、そこもちょっとね、探りながら
やっていきたいと思いますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。